今日は、グッチですね。グッチ、うちは本当はグッチは扱わないんですけど、ちょっとこのラインが綺麗だったんで、ちょっと紹介します。このやっぱりこういったちょっと落ちてるラインで、その上にブロー1本、こういうメガネってなかなかないですよね。でシンプルでいて、すごく、このデザインはなかなかいいと思いますね。グッチってあのなんとなくこう、まあブランドとしてはいいんですけど、メガネになるとこうチェーン店さんなどで安く売られてしまっているイメージがあるんで、まあ通常うちはあんまり取らないんですけど、これはなかなかいいメガネだと思います。あると思います。はい、皆さんぜひいかがでしょうか。今日は登山靴じゃなくてですね、これミズノので、つま先で走るというベアフットトレーニングシューズとして、前だけ実はここへこんでるんですよね。ちょっとこれ軽すぎるんで、もしかするとトレーニングになりそうもないんですけど、たまにはいいかなと思って履いてます。三浦雄一郎さんは結局最終的にエベレストに行く前は片足5キロはつけてらっしゃったっていう話を聞きますんで、合わせて10キロ足で、すごいですよね。80歳やっぱりここ1年はもう本当に基本、とにかく基本、すぐこう肩のことをやろうとするんですよね。まあ性格的にやりすぎない基本です。基本に忠実な一年にしたいと思います。明日沖縄に行ってきます。